ドンレオ・ジョナさんは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ユタ州ハリケーン出身。ナチュラルな巨体と無類の身体能力を誇り、ルーテーズを超えると評されるほどの実力者だったが、サイドビジネスに注力していたこともあり、メジャー団体のビッグタイトルには縁がなかった。日本での異名は、人間台風、モルモンの暗殺者。モルモンの殺人者と称された、プロレスラー。 ブラザー、ジョナさんの息子。父のトレーニングのもと、1949年にプロレスラーとしてデビュー。太平洋岸から北東部まで各地を転戦後、1953年11月24日にカナダのオタワにいて、キラー・コアルスキーからモントリオール版の世界ヘビー級王座を奪取。NWA の主要テリトリーにも進出し、 1957年4月19日には、テキサス州ヒューストンにおいて、ペッパーゴメスを破り NWA、テキサスヘビー級王座を獲得。1959年10月29日には、トロントにて、ジンキニスキーをパートナーに、ホイッパービリー・ワトソンユーコン・エリックから、NWA カナディアン・オープンタッグ王座を奪取した。1961年1月7日、 ネブラスカ州オマハで、ドクター X を破り、オマハ版の世界ヘビー級王座を獲得。同年4月7日にもドクター X、5月20日には王座決定戦で、ボボブラジルを下し、旧版のアワ世界ヘビー級王座とされる同タイトルを、通算3回獲得している。ただし、バーン・ガニアによる、統一前の体感であったため、アワガワの公式世界王者にはカウントされていない。 タッグでは1963年9月24日、ロサンゼルスのホアにおいて、フレッド・ブラッシーと組み、ベア・キャット・ライトミスター・モトからホア認定の、US タッグ王座をダッシュ。オーストラリアでは、アントニオ・プリエゼをパートナーに、スカル・マーフィーブルート・バーナードや、マリオ・ミラノザ・スポイラーなどのチームと1969年に、いわ世界タッグ王座を争った。 北米においては、カナダのバンクーバー地区を、長年の主戦場に、1960年代から1970年代に、かけて、キニスキー、ファビュラス・カンガ・ルーズ、ジョン・トロス、ダッチ・サベージ、スタン・スター・ジャック、ボブ,ブ・ブラウン、ガイ・ミッチェル、ビッグ、ジョン・クインラと構想。ニューヨークの WWF にも、グラン・ウィザード・マネージャーに、ヒールのポジションで、たびたび登場。 1973年には、ペドロ・モラレス。1974年には、ブルーノ・サン・マルチノが保持していた WW、WWWF ヘビー級王座に挑戦した。1970年代は南アフリカにも、遠征しており、1975年に、ジャン・ウィルキンスから、U 世界スーパーヘビー級王座をダッシュ。1977年9月1日には、 ヨハネスブルグにて、オットーワンツを破りクア世界ヘビー級王座を獲得。翌1978年7月15日に、オーストリアのグラーツでワンツに奪還されるまで、退官していたとされる。日本には1958年9月に、日本プロレスへ、初参戦、10月2日の蔵前国技館大会において、 力道山のインターナショナルヘビー級王座の初防衛戦の相手を務めた。この初来日時は三菱ダイヤモンドアワープロレスリング中継の放送開始時期であり番組のプロモーションとして同時来日したスカイハイリーと共にオープンカーでのパレードにも参加している。一行も日本プロレスや全日本プロレスに何度となく来日してジャイアントババと名勝負を繰り広げた。 1970年には日本プロレスの第12回ワールドリーグ戦の決勝をババと争っている。ジョナさんはババのアメリカ修行時代に巨人コンビを結成した中でババが全日本プロレス旗上げ直後に行った世界ヘビー級総破戦における対戦相手の一人としても起用された。1975年12月にはオープン選手権に参加。 豪華メンバーを集めたリーグ戦において、ドリー・ファンク・ジュニア、アブドー・ラ・ザ・ブッチャー、ミスター・レスリング、ザ・デストロイヤー、ラッシャー・キムラ、グレイ・トクサツらと公式戦で対戦した。国際プロレスにも一度だけ参戦しており、1972年に開催された第4回ワールドシリーズにおいて、当時モンスター・ロシモフと名乗っていた、アンドレ・ザ・ジャイアントとも対戦している。 予選リーグでは、同ブロックのロシモフに首位を奪われるも、各ブロックの2位選手による、敗者復活戦で木村とホーストホフマンを下して、決勝トーナメントに進出。準決勝で、ストロング小林に敗退したが、3位決定戦で、バロンフォンらしくを破りシリーズ3位の戦績を収めた。巨体ながら、トンボを切れるほどの卓越した、運動神経と、 多彩なレスリングテクニックの持ち主で、キーロックを仕掛けたババやジャンボツルダを、ひょいと担ぎ上げたり、コーナー最上段の相手にドロップキックを放って、場外に叩き落としたりしたこともあった。果ては狩猟で仕留めた300キロもある大鹿を担いで、山を降りたなど、怪力無双のエピソードも尽きない。ババとの交友は深く、1989年に1月には、 全日本プロレスのレトロ企画、オールディーズ・バッド・グッディーズの第1回ゲストとして、1978年の第6回チャンピオン・カーニバル以来となる11年ぶりの来日が実現した。2018年8月末頃に、ブリティッシュ・コロンビア州ラングリーの病院に入院したが、そのまま退院することなく、10月13日に死去した。87歳没。ありがとうございます。